よし、やるか。シャボンディ諸島で再集結を果たした麦わらの一味は、新世界へと抜けるため深海の島魚人島を訪れる。そこは竜宮王国が治める魚人と人魚の国だった。2年前共に戦ったジンベエによってすでに名を知られていたルフィは、仲間たちと共に王宮竜宮城に招待される。魚人族と人間とは長い歴史の中で種族間の深い確執が存在していた。しかし人間との融和を望んだ今は亡き王妃乙姫の活動の成果により、人間に歩み寄ろうと考える魚人たちも少なくなかった。一方で人間を憎み魚人族の力を世界に示そうという不穏な組織も存在していた。ホーディ率いる新魚人海賊団である。かつてルフィたちがイーストブルーで倒した魚人アーロンの意志を継ぐホーディは、竜宮王国に反乱を起こして新たな国を築こうと動き始めていた。ホーディの反乱に巻き込まれる形で仲間数名が捕らわれてしまったルフィは、残る仲間と合流し、そこでジンベエとの再会を果たすのだった。ルフィ君、見違えたぞ。懐かしいな。ジンベエ、おお、ジンベエか。また会えて嬉しいぞ。仲間は皆一緒ではないのか。ああ、それがよ。ホーディの奴が、なんと竜宮城がそんな大変な事態になっておったとは。ジンベエ、後のことは頼むぞ。俺は竜宮城に行く。待て、ルフィ君。お前さんらがホーディと戦ってはいかん。考えてみろ。お前さんがそのまま魚人島で暴れたらどうなるか。魚人族にはこれまで人間に心を開こうとするたびに、人間によってそれを邪魔されてきた歴史がある。お前さんがホーディとぶつかればどうなる。結果、この危機から魚人島は救われるとしても、人間に立てつくホーディを打ちのめそうとするお前さんの姿は、魚人島のみんなに変わることのない歴史を連想させる。ジンベエ、こっちは仲間取られてんだ。ホーディってのもほっときゃ、俺の友達もみんな困る。俺は行く。止めてんなら止めてみろ。共に戦った仲だと油断したわい。そういやお前さん、あの男の弟じゃった。止まる気がないんなら仕方ないの。言うとるんじゃ。こらこら、なんで喧嘩が始まるんだ。巨人からての神髄は水の制圧。大気中の水から体内の水へ衝撃の波動が貫く。生物は水の塊、ホモ人間とて容赦はない。わしの本領見せてやるわい。修行の成果はこんなものか。どけよ。俺はあいつらをぶっ飛ばしに行くんだ。待てと言うとろうが、話を最後まで聞け。やるのならホーディをぶちのめす凶暴な人間にならず、この島のヒーローになってくれ。わしがホーディにわざと捕まり助けを求める。お前さんはそれを助けてくれたらええ。そうすればわしら全員凶暴者であることが皆にわかる。が、その前にまずは竜宮城へ急ぎ仲間を救出せ。仲間救出の方法についてでは何とかしてくれ。
雑な作戦だな。おい、お前の頼みだからやるんだぞ、ジンベエ。応援なんかされたらこっちは調子狂うんだ。すまんな。まだ何か悩みが？作戦名を。いらねえよ、急ぐぞ。わしは敵に捕まって広場へと侵入する。鍵を盗んで広場を内側から開けられるものは？任せて、私とロビンならできそう。爪と肉の間に針が深く刺さった。こんな場所に捕まってる場合じゃねえ。さっさと脱出するぞ。俺は誇り高き。では私にお任せください。誇りの高さゆえ、人は俺を誇りのウソップと呼ぶほどにな。ここ開けてください。出ないと呪っちゃいますよ。ギャー、出た。開けるから呪わないで。開けてくれた例だ。2年打ちで勘弁した。全魚人島民聞こえるか。俺はオーディー・ジョー。この国は一度崩壊し生まれ変わる。新しい王は俺だ。人命を発見したぞ。捕まえろ。決まった。さあ、お前さんたちは今のうちに。旧竜宮王国との決別をする。人間との友好を望む者はこの国から消えろ。水路の水は止めといたぞ。そこのスイッチで水が止まるんだ。お前ら自力で脱出してきたのか。手間が省けた。さっさと広場に向かうぞ。ふざけるな、コーディ。俺に反発する種族の恥さらしども、一人一人処分していくとしよう。鍵は手に入れた。ルフィたちはまだなの？俺のルフィだ。麦わらの一味全員来た。なぜ竜宮城を占拠した。人魚たちを誘拐したのはお前たちなのか。答えてくれ。お前たちは巨人島の敵なのか味方なのか。敵か味方か、そんなこと。お前らが勝手に決めろ。ジハハハ、吹けば飛ぶような十人足らずの海賊に何ができる。こっちは10万人だぞ。やっちまえ、新魚人海賊団。広場の奥にジンベエ親分が捕まってんだ。俺たちを助けに行ってくるぜ。よし、俺も行く。
あのチビ急にでかく。ハルメン。あお、何も暴走まですることねえだろ。大丈夫だ。ハルメン。さ、お姿を戦えるようになったんだ。負けてられねえ。アイアンパレット、フランキー将軍、略奪者の剣、フランケン、ゲララシモトデンジャラス。キャー、下段詰め、セコイが危険だ。決めてやる。気配が見える。大殺エネルギー爆ワープ。ホーディー船長にエネルギーステロイドを届けろ。ホーディーに届けられるとまずいぞ。に死ねん奴らは今ここですね。死んで人間への恨みを残せ。死んで恨みを残す？バカバカしい。何も残りませんよ。生き物皆死んだら骨だけ。私、命粗末にする人大嫌いなんです。失礼ですが、もう切っちゃいました。おさむをござんす。お気をつけて。かすりの吹雪切り。負けちゃいられねえ。みんな新世界に向けてしっかり得るものを得てきてる。魚野郎、お前は俺に狙撃され、それで終わりだ。何をつまらねえ寝言を。バカな夢見てんじゃねえよ。負け惜しみか。参った。俺も衰えたな。昔はもっと嘘ぶちかましたもんなのに、今やそれができちまう。必殺緑星インパクトウルバー。そうなったら見てなさい。これが世界に名を売る海賊の実力か。
見ろこの規模、見てろこの実力を。俺の作戦はずっと前から指導してる。教えてやろうか。この竜宮王国の王妃乙姫を殺したのは俺だ。邪魔だったんだよ、人間と仲良くしようとするあの女が。あの日俺は乙姫を狙い撃ち、人間の海賊を撃ち殺し犯人に仕立て上げた。なんじゃと、ホーディ貴様、あんたも尖ってた時代は好きだったがな、ジンベエ。今じゃ人間に組みするふぬけ野郎だ。黙って見ていやがれ。この国をお前などに滅ぼさせはせん。ルフィ君たちと共に必ず守ってみせる。麦わら決めてやる。広場に降りた時から巨人島は誰にも傷つけさせねえって決めてんだ。だが結局この国は勝者のもんだろ。手配が見える。さすが一気にバグワーム。サンプル使えるんだ。サンプル流れまして、人間と仲がいいんだな、ジンベエ。おめえみてえなやつは一番嫌いなんだよ。人間と肩を組むとは、ジンベエもとんだふぬけ野郎だ。俺がこの島の王になれば全てを変えてやる。やがて巨人族に逆らう者はいなくなる。海賊の世界も同じだ。俺こそが真の海賊王にふさわしい。海賊王？やっちまえ！おい、ルフィ！やられたぞ。これが覇気。たった2年でここまで。覇王色、やっぱ資質あったか、あの野郎。これくらいやってもらわねえと船長は交代だ。ホーディっつったな、お前は俺がぶっ飛ばさなきゃな。お前がどんなとこでどういう王になろうと勝手だけどな、海賊の王者は一人で十分だ。何万人でもかかってこい。